台風15号や台風19号で大きな被害を受けた地域を旅行する人に、1人1泊あたり最高で5000円を補助する復興割が来週にも一部で始まる見通しになりました。政府は先月にまとめた対策パッケージで、台風の被害により宿泊のキャンセルが相次いだ観光業を支援するため、1人1泊あたり最高で5000円を補助する復興割の導入を決めました。あさって16日から福島県で、17日からは長野県で復興割を使った旅行商品の販売を始める見通しだということです。復興割が適用されるのは関東全域など1都13県で、被害の大きかった地域を中心に各自治体が対象になる宿泊施設を選定します。財源がなくなり次第終了する予定です。